はいどうもお疲れ様です。即可塾の久保です。今回は FX オリガル人ともに即可塾限定動画をご覧の皆様にもこの動画をお届けしようと思います。12月19日月曜日12時13分になります。1時間塾を見ています。前回の動画をご覧いただいた方ならお分かりだと思いますけども、こちらの方に NG のちょっとね、こう、押し目が入ったところがありますね。で、今度は戻りのこちらですね。 窓ができているんで、急速に下の方に向かって、で、急速にまた上昇していった。窓埋めの、行ったというふうに言えます。で、いずれにしましても前回の動画で、こちらか、こちらのフェーズで、ことが進むよってことを申し上げました。答えが出ましたね。えー、一旦、こちらの方で、レンジオプションを組んでいこうかと思います。まあ、今お話ししたいのはそのぐらいのことなんですけどもね。えー、じゃあ、一旦、ここ、クレイにして、見ていきましょう。で、 えーと、下の点をねどこに取るかなんですけどもやっぱり以前引いたこの135の556ねもうね半年以上使ってますねこの赤い線を、えー、こちらにも関わってることですし、えー、ちょうどここ下の線としてあと上がね大雑把になんですけどこの辺りで組んでいこうかと思いますバーッと引くとちょうど1円と30ピップスぐらいの上下の幅ができます このぐらいあると十分なレンジオプションが弾けるかなってところですよね。え、それから場合によってはこれを狭めていく、もしくは上下に移動させていく可能性があります。え、こういうことです。あ、すいません。えっ、ー、とね、フリーエキシブルな対応するんですけども、うん。上の方にはちょっとずれないと思いますけども、下の方に縮めていく可能性がありますよね。こういうふうにね。まあ、そうやってより判断しやすいレンジオプションに組み直していこうかなっていうのが、まあ今日のね、え、狙いですね。 で、通常、月曜日とか金曜日はあんまりエントリーをしないんですけどもあの、おすすめはしてないんですよね、やっぱり火水木からがやるのが簡単ですから、月、金に比べて火水木の方が相場はあ見やすいです、えー。ところがですね、えー、もう最終週ということで、値動きはそんなにね、特徴的ではなくなってくるんで、もう今週と来週に限っては、月とか金とかあんまり関係ないのかなってことですよね、まあ、材料ももう目立ったのありませんし。 まあですので、場合によっては今日からエントリーしてもいいと思いますし、金曜日も、あの、川水木のつもりで見ていけばよろしいかと思います。ただ、そんなに期待したほど、あちこち値動きはしないと思いますので、うん、利益の取れるポイントはそんなに多くはないと思います。以上を踏まえた上でね、今後も値動きを見ていきましょう。それではまた、数時間後にお会いしましょう。